新年明けましておめでとうございます。コメット加藤のクッキングアドバイザーの野中と小山です。2023年は東京のフチコンセミナーも定員を増やしてご案内できるようになりました。本年もたくさんの方にお会いできることを楽しみにしております。本年はうさぎ年ということで、フチコンでうさぎまんじゅうを作ります。小麦、乳、卵不使用のアレルギー対応レシピとなっており、作り方も簡単です。ぜひご覧ください。ということで、うさぎまんじゅうを作っていきたいと思います。見た目も可愛らしく、うさぎ年にぴったりなメニューとなっておりますので、ぜひご覧ください。それでは丸一番です。さつまいもを一口大に切って水にさらし、水を切ったら穴あきホテルパンにのせ加熱します。ということで、今回うさぎまんじゅうはさつまいもあんで作っていきますので、その中のさつまいもを蒸していきます。モードがスチームモードの120度で15分、風量3となっております。お野菜を蒸す際はスチームモードの100度が多いかなと思うんですが、今日のように蒸した後に潰す作業がある場合ですね、ポテトサラダにしたりとか、でんぷん質の多いお野菜を蒸してその後マッシュするような工程がある場合は、今日のようにスチームモードの120度で加熱していただくと良いです。高温スチームを当てていただくことで蒸発させながら加熱できるので、ほっくりと仕上がってすごく潰しやすいので、ぜひやってみてください。そしたら丸二番です。ボウルに移して熱いうちに潰し、上白糖と豆乳を加え混ぜ、 25g ずつ丸めます。丸一番で蒸したさつまいもを潰してさつまいもあんを作っていきます。今映っているものが、丸二番のさつまいもあんを丸めたところになります。今日分割する際にこのようにディッシャーを使用しております。こういったディッシャーがあるとすごく簡単に分割できますので、ぜひディッシャーがある方は使用していただけると良いかなと思います。続いて丸3番です。カッコ B を混ぜます。ということで、うさぎちゃんの目を作っていきます。カッコ B がパプリカパウダー、水、片栗粉になっております。こういった目を作る際は食紅を使うことが多いんですが、今日はパプリカパウダーで赤色を出しております。今日の割合をお伝えさせていただきます。パプリカパウダーが 1g、 水が 5g、 片栗粉が 1g になっております。続いて丸4番です。カッコ A をボウルに入れ、よくこねて生地を作ったら、丸2番を包んでオーブンシートを敷いた穴あきホテルパンに並べ加熱します。まずカッコ A が米粉、コーンスターチ、ベーキングパウダー、上白糖、水になります。今このボウルの中には米粉、コーンスターチ、ベーキングパウダーが入っておりますので、まず上白糖を加えていきます。砂糖がダマになっている場合があるので、ここでしっかりと潰すようにしてください。ではここに水を加えていくんですけども、粉の種類によって吸水率が変わりますので、一気にレシピに書かれているお水を加えるのではなくて、様子を見ながらお水は加えていくようにしてください。まず半分入れていきます。じゃあもう少し加えていきます。最初まとまりにくいなと思うと思うんですけども、意外とずっとこねているとだんだんまとまってくるので、しっかりとこねながら水加減は調整するようにしてください。こんな感じでだれそうでだれないぐらい、でもしっかりとこう持てるぐらいですねに生地はこねるようにしてください。今日もレシピ通りにお水用意していたんですけども、少し余りました。
米粉の種類によって水加減大きく変わってきますので、しっかりと様子を見てお水は加えるように、ここが重要なポイントかなと思います。それでは生地が完成したので分注していきたいと思います。その時にまた出てくるのがこのディッシャーになります。さっきのさつまいもあんのように生地も分注する際ディッシャー使っていただくと簡単にできますので、ぜひ使ってみてください。生地の分注が終わりましたので包んでいきます。この時くっつかないように打ち粉を用意していただくと良いかなと思います。たら打ち粉、今日は米粉ですねを用意しておりますが、手にこのように打ち粉つけていただいて、分注した生地をまずこのように丸めます。そしたらこう広げていきます。広げましたら丸2番で作ったさつまいもあんをこのように乗せて、くるっとひっくり返して包んでいきます。この生地すごい扱いやすいので、もしこのようにさつまいもあん出ているところがあったら、多いところからブチッと切ってこのようにくっつけていただいても大丈夫ですので、しっかりとさつまいもあんが隠れるようにまずは包んでいきます。これで包み終わりました。包んだものは今日はスチームモードで加熱しておきますので、このように穴の開いたホテルパンにくっつき防止としてオーブンシートを敷いておりますので、そちらに乗せていきます。全て包むのが大変な場合は上から乗せるだけでも大丈夫です。最初に生地を丸めるのは同じです。広げたら、先ほどは全てくるっと包んだかなと思うんですけども、このようにさつまいもあんを乗っけていただいてかぶせるだけで大丈夫です。かぶせて形を整えていただいて、これで完成です。先ほどと違って裏面にさつまいもあんが出てるんですけども、この面は下になるかなと思うので、全て包むのが大変な方は今のように上にかぶせるだけでも大丈夫です。包み終わりましたので加熱をしていきます。スチームモードの100度で13分、風量1で加熱をしていきます。スチームモードの100度で時間が13分、風量が1で加熱をスタートします。今日の皮が少し乾きやすいので、乾き防止として風量1で加熱をしております。蒸し上がったので取り出していきます。このように蒸し上がりましたので顔をつけていきたいと思います。丸5番です。蒸し上がったら楊枝を使って丸3番を目としてちょんとつけ、耳の部分は熱した金串を当てつけます。うさぎちゃんの顔とお耳をつけていきたいと思います。まずうさぎちゃんの目をつけていきます。このように楊枝の裏丸くなっておりますので、それを使ってつけていきます。このように取っていただいたらちょんちょんとつけていきます。こちら片栗粉でしっかりと粘土つけておりますので、このように目をつけても垂れてこないようになっています。他のうさぎちゃんにも目をつけていきたいと思います。
このようにうさぎちゃんの目をつけましたので、続いて耳をつけていきたいと思います。通常金具シトを使って夜勤をつけることが多いかなと思うんですけども、今日はこのようにフォークを使ってつけていきます。まあ、よく見ると焦げているのがわかるかなと思うんですけども、このように金串の代わりとして使用すると焦げがついてしまいますので、食具として使うものではなくて、このうさぎまんじゅう用として使えるものを用意していただけると良いかなと思います。もちろん金串がある方は金串を使用してつけていただいても大丈夫です。このようにガスコンロで熱していきます。この時かなり熱くなりますので、やけどにはご注意ください。フォークの先端が少し赤くなるまでしっかりと熱していきます。しっかりとフォーク熱しましたら、このように焼き印がついたらうさぎちゃんの完成になります。もしガスコンロが使えなかったり、こういった作業ができないよといった方は、ココアとかそういった茶色い粉類を目のように片栗粉等で粘土をつけていただいて、耳のように描いていただくのでも良いかなと思います。パプリカパウダーで作った赤い目と、今日はフォークですね、で焼き印をつけたうさぎちゃんの完成です。もちろん顔をつけないで提供していただいてもいいんですけども、このように、まあ、目と耳をつけていただくだけでもすごく可愛らしいので、ぜひやってみてください。今回はうさぎ年ということでうさぎまんじゅうをご紹介させていただきました。概要欄にレシピも載せておりますので、ぜひ作ってみてください。